演歌は、藤原北家ケ事院の所流にあたる、公家、家族の家柄。公家としての価格は、ウリン家。家族としての価格は、白尺家だった。家業は、雅楽、神楽、池花。けば聖は、青山流宗家である。家紋は、行用。藤原北家、藤原の道長の次男、右大臣、藤原頼宗の子孫。鎌倉時代事務院。 元への産卵産儀元氏によって創設された。元氏は、ご堀川天皇に仕え、ご堀川院法御後、ふ津つに強化したことを起源とし、池花を、よくし、聖火青山流の基礎を開いた。室町時代の義州の時に、ご花園天皇より、青山の豪を賜る。江戸時代の国高は186国。江戸時代前期の当主演記任。 縁起音親子はいずれも娘をご水の天皇の皇宮に入れており、それぞれご孔明と霊元両天皇を出産した。天皇の外祖父の地位を得て、縁下は宮中に陰然たる力を持つに至った。元人と起温の二人には左大臣が追贈され、さらに起温の子である縁起福は、うりん家としては異例の純大臣に助せられた。 またそれ以降の当主についても創生した者以外は全員が現代納言となる。江戸時代後期の当主元平は華道に精進し、池花手引きを表したことで知られる。幕末、明治新期の元将は安政勤皇88帝臣の一人として国時に奔走した。維新後の1885年7月8日に白尺位を授けられた。 明治天皇に天寺として仕えたその証拠は、元幸の次女で、天皇との間に、夕日とし新皇、輝き日とし皇、静子内親皇、政子内親皇、草子内心皇、近子内親皇,皇、里子内親皇,皇、滝子内親皇の御子女を設けた。元親は、可動家、青山流、第28代家元、著書に、青山五流、池花手引手、青山池花などがある。 国立歴史民族博物館の急校給料取調べ帳データベースより算出した幕末期の円形量は以下の通り。ありがとうございます。